怪我をしたそうだな。もういいのか。東堂さんと斉藤さんか。境内だ。そっちに行くのをさっき見かけた。話をするなら早い方がいい。彼らがここから出て行ったらそれも許されなくなる。やっぱ捕まっちまったか。んなことないって。俺もちゃんと話したいって思ってたからさ。やはり来たか。話があるなら早く済ませてくれ。理由か。伊藤さんはそもそも同じ流派の先輩だし、あの人が新選組に入ったのは俺が誘ったのがきっかけだったわけだしさ。だから一緒に行動する義務があるんじゃないかなって。そう思う。いきなり伊藤派だとか言われて、確かに俺もちょっと動揺してるんだけどさ。けど俺の考えはもともとは尊王攘夷だし、俺さ、幕府の組織って言うんじゃなくて伊藤さんの言う御陵絵師の方が合ってる気がするんだ。俺だって本当はみんなとずっとバカ騒ぎしてたかったさ。今までずっと一緒だったもんな。自らの志にそぐうと感じて伊藤派に属することに決めた。ああ、近藤さんや土方さんは間違っている。今のまま攘夷を幕府に任すことはできない。それもやむを得ないだろう。志の前には新選組大使とのこれまでの情も全て切り捨てるつもりだ。言うなよ。こっちもつれえんだからさ。いや、こっちこそごめんな。じゃあな。ずっと一緒に頑張ってきたから、だからこれから先も一緒に。お前は志がどうだろうと行動を共にし続けるべきだというのか。情に流されて己のなすべきことを見失う。それでは本末転倒だろう。しない。務めであれば仲間であろうと切る。そこには何のためらいもない。何度目だろうな、こうして今日で見る桜も。時が移ろう中で様々なものが変わってゆく。世の
何もかもが変わってしまうわけじゃない。時代の移り変わりとともに変わるものもあれば、変わらないものもある。変わらないものをこそ信じている。そう、変わらないもの。別に構わないが、どうするつもりだ。こんな おかしなやつだな。だがいいだろう。ほら、今いいか。ちょっと広間まで来い。お前に客だ。来れば上がる。早くしろ。お久しぶり。私の連れよ。まあ護衛役みたいなものだと思ってね。私ね、あなたを迎えに来たの。まだ状況を理解していないのね。でも心配しないで、私を信じて。時間がありません。すぐにここを出る準備をしてください。そうだぜ、わけがわからねえ。いきなり訪ねてきて合わせろって言い出し、合わせたらいきなり連れてくだ。そうね。じゃあ順を追って説明しましょう。あなたたち風間を知っていますよね。何度か刃を交えていると聞きました。なんでそのことを知ってる。この今日で起きていることは大体耳に入ってくるのです。なるほど。お前も奴らと似たようなうさんくさい一味だってことか。あんなのと一緒にされると困るんだけど。でも遠からずかしら。まあいい、風間の話だったな。あいつは池田や金門の変、二条城と何度も俺たちの前に現れている薩長の仲間だろう。仲間っていうより彼らは彼らで何か目的があるみたいだったけどね。どっちにしても奴らは新選組の敵だ。では
彼らの狙いが彼女だということも。承知している。彼らは自らを鬼と名乗っている。信じているわけではないが。ですが信じるしかないでしょうね。3人が3人とも人間離れした使い手ですから。面白いな、三男さんがそういうこと言うんだ。彼らが鬼という認識はあるんですね。ならば話は早いです。実を申せばこの私も実は人ではありません。本来の名は千姫と申します。私は千姫様に代々仕えている忍びの家の者でございます。なるほどな。やけに愛想がいいと思ってたが、てめえの狙いは最初から新選組の情報を仕入れることか。さあ何のことにござりましょう。おい、知り合いなのか。よく見ろ新八、君菊さんだ。島原で会った時と服装は違うが顔は同じだろう。な、何？この国には古来から鬼が存在していました。